アミオダロンとは、ボーン、ウィリアムズ分類で3群に分類される、抗不正脈薬である。商品名ンカロン、サノフ製造販売。作用基準は複雑であり他の抗不正脈薬が、無効でも効果が期待できる一方で、重篤な副作用を弱気する危険性を持った医薬品である。アミオダロンの塩酸塩が錠剤及び注射剤として、 製剤化され、医薬品として、承認を得ている。難治性、致死性の不正脈に有効であるが、多彩で時に重篤な副作用が効率で、発現するため、米国では、多剤が無効な致死的不正脈に限定して使用が、承認され、日本においても、同様に適応患者が限定されて承認されている、他、致死的不整脈治療の十分な経験のある医師、 初検査の実施、緊急対応可能な設備の整った施設でのみ、使用するなどの条件が付されている。アミオダロンの注射製剤が2013年5月31日、電気的除細動抵抗性の進出細動あるいは、無脈性進出頻迫による、心停止の適用を追加取得した。日本の指定区分において、アミオダロン上は毒薬に指定されている。 注射剤についても2007年の承認当時から毒薬として指定されていたが、蒸気の心肺蘇生時に関する適用拡大に伴って、アミオダロン注射剤は毒薬から劇薬へと指定区分が変更された。これは心肺蘇生という一国を争う局面においては、毒薬指定であることによる管理の難しさ、緊急時対応の難しさが、 救命率に影響を及ぼしかねないという懸念から検討が行われた結果の例外的な措置である。内服の場合追加治療を400から8 0 0ラムとして開始し、血中濃度を測定しながら1から2週間で追加治療として100から2 0 0ラム程度に減量することが多い。有効血中濃度は500から1000何トルであるが、分布容積が巨大で、 脂肪組織に分布した薬がゆっくり消失するため、血中濃度半減期が非常に長く、投薬を中止しても、血中濃度低下に時間を要するため注意が必要である。副作用として、間質性肺炎、甲状腺機能異常症、角膜沈着物、肝機能障害、消化器症状、皮膚症状などが知られている。特に間質性肺炎は、 知死的となり得るため、投与中は、長子を欠かさず、キロリットルマイナス6などの血中マーカーを定期的に測定することが多い。また、急性水炎のリスクが1.5倍上昇することが、古法とない症例対象研究により示された。また、一般的にアミオダロンは、除細動域値を上昇させる恐れのある薬剤として、知られるため、ICD や、 CRTD などのデバイスを植え込むときには、注意を払う必要がある。心筋細胞において、細分極に関わる K チャンネルを阻害し、活動デニの持続時間と不応期を延長させることで、リエントリーを抑え不整脈を抑制する。また、ミオダロンは、NA チャンネルの阻害作用、β アドレナリン受容体受容体遮断作用、CA チャンネル阻害作用も持ち、 これらも不正脈の抑制に働いている。アミオダロンは分子中にベンゾフランの構造を持っている。ところで、アミオダロンとよく似た化合物として血管拡張作用を持ったベンジオダロンが挙げられる。ベンジオダロンは尿酸排泄促進作用を持ったベンズブロマロンの分子中の臭素を要素に置換した化合物である。このため、アミオダロンは ベンズブロマロンと構造が似ていると言われる場合がある。日本人被験者5人に、蛍光灯予後の活性代謝物の平均値。結晶からの消失半減期は19から53日。ありがとうございます。